裏返しました、うん、でこれを締めます、うん、グッとしっかり締めます。でこっちも締めます。こっちは裏がネジ切ってあるんで締めるだけです。こっちは締めるだけです。でこれはネジが共回りするのでこうやって締めます。でこれをひっくり返します。そうするとこれがレカロのシートの座になります。これが前に動くことになります。こういう感じで動きます。こういう感じで動きます。はい。でこれをちょっと待って。OK。うん、これを今度車の本体に戻します。ここです。こういう感じですね。こういう感じですね。これで元通りになりまして。できるか確認しておいて、で元のネジをここに止め直します。ある程度手で戻します。であとはシートに従って線香の このビスを。そして、椅子を止めます。入りましたね。んで、この高さ、私の場合は腰ポジションが真ん中になってるので、ちょっとかき上げて重たいです。めちゃめちゃ重たいです。ああ、開けた。
じですね。で、反対側に行きます。で、これは何するものか、今ちょっとこう、あ、これはこうなるということですね。こうなる。あ、これが限界ですね、今。で、これですね。これであとは、調節すると。あ、ヘッドレストが当たるんで、このヘッドレストを外しましょう。これ邪魔です。このヘッドレストね。これ邪魔ですね。これ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 外しますよ。外したやつは置いておきましょう。ということですね。これで、これをこうか。これで。ありますね。で、一応椅子はどこだ、レバーがここの足元にあるので、これで前にも動くし後ろにも動くと。ちょっと動き幅は短いですけど、これぐらい動きます。これぐらい動きます。これでしんどいんで、結構後ろにやります。これで通常のブラッチ、アクセルブレーキ操作